こういうのでもさ、別に釘、うわ、燃えてた、マジ、マジか。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。早いもんでもう3日目になりましたね。3日目です。はい。ということで、今日も釘を探しに行きましょうか。釘ね。釘を集めに行きましょうか。外にゾンビが一人いるんだよね、多分ね。あ、いたいたいた。あいつがね、夜のうちにガン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 トレーダーを叩いてたんだけど。おい、お前。叩くな、そこを。叩くんじゃない。釘を探しに行くついでに、どっか漁れるんなら漁ってくるかな。ねえ、どっかもし、漁れるところがあったら漁ってもいいかなと、家の中ね、思うんですが、ここの塀柵をまだ壊しきってなかったと思うんで、この柵ね、この柵まだ残ってるでしょ。全部壊してないでしょ。壊してないよね。まだあるよね。うん。ああ、いるいる。今日もいらっしゃるね。ああ、これ、この辺、この辺。来た？もう来た？もう早いね。反応が早いね。お前たちね。よいしょ。はい。おはよう。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。おはよう。お前もおはよう。いい朝だね。いい朝だね。走るかな、こいつ。走らないでほしいな。走らないでほしいな。うん、よし、ここ全部壊したらそこそこ釘手に入るでしょう、これ。あれ、一個逃した。これ。はい、そして相変わらずスタミナがないと。いう感じで。これ浄水器作らないとダメだね。飲んじゃっても、拾ったやつだから別に飲んでもいいけどさ。浄水器作らないとまずいな。あと鍋もないからね。できれば、早く拠点を作っ、拠点というか場所を作って、サバイバルキャンプファイヤーとかね、作らなきゃいけないからね。で、早くももうお腹が空いてきてる。もうお腹空いてんじゃん。燃費悪いんだよね、この人ね。最初の方はほんと燃費悪いよね。レベルが今5か、もうすぐ6になるかな。こんだけなんかゾンビ倒してればすぐレベル上がるような気もするけど、でもやっぱ建築で上げるのが一番楽ですね。うん。建築してレベル上げるのが一番楽。あそこの椅子壊したいな。これギャーって言われるかな、これ。あーっと、壊れそうだ。直せるかな、これ。一回直してみようか。必要な素材がありません。何がいるの、これ。必要な素材。あ、リペアキットいんの。マジ、リペアキットいるんだ。石ころで直せないんだ。こんにちは、こんにちは。こんにちは。この辺もさ、釘手に入らないの、これ。木か。これはまあ布だよね。革か。革の歯切れか。釘は？釘はないのか。釘ないみたいね。あ、壊れちゃった。リペアキットがいるのはきついね。リペアキット、まだまだ作れないよ、多分。これは取れないのか。取れないですね。
ゾンビいないのかな。ゾンビいないんですかね。ルートもなんか上がってないからか知らないけど、殻が多いな。殻が多いですね。ラッキールーター1個上げてあると思うんだけど、1個じゃ全然ダメだね。あー全部殻だねこれ。外に誰かいるわ。あやった、鍋入ってた。鍋は嬉しい。鍋は必要マジで。ネジ、ネジより釘が欲しいんだが。あ来ちゃったあいつ。これは食べちゃうか。こら叩くんじゃない。こらそこのお前。あれ当たんないこつ。この柵はダメなのこれ。あこれも釘手に入るじゃん。これもいけるじゃん。柵も全部壊しちゃう。よし、こっちの柵も壊しちゃうか。じゃあ、あこれは違うのか。これはセットなのか。あこれセットなんだね。石の階段とセットなんだ。よっしゃ、どう、どれだ。釘51。大したことないね。これはただの木か。あこれはただの木ですね。全部見たっけ。あ全部見たね。全部見たけどなかったんだ何にも。解除済み。誰もいないの。誰もいないね。なんかあるね上に。財布だ。あご飯入ってた。もう速攻食べちゃおう。速攻食べちゃおう。これは紙か。浮いとる浮いとる。何でも必要だよね。これでちょっとドアノブ、あ釘も手に入る。よし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 。いいねいいねいいね。よし。これはこれ釘手に入らないのかな。これこれは木か。ただの、あこれはただの木ですね。こういうのでもさ別に釘、うわもう一度ちょちょ、マジマジか。それ熱いの。あこれ熱いんだ。そうなの。声がしたけどどこ。これ熱かったんだ。これは釘手に入らないの。入らないみたい。どこにいんの。どこ。あ上にもあるじゃんこれ。あやった水。水嬉しいね。今飲んじゃったからねさっきね。よいしょ。これは空か。どこ、どっかで声がしたけどね。どっかで声がしましたが、こういうのがね邪魔だよねこれね。壊れちゃった。あなくなったんじゃない。なくなったわ。作りに行かなきゃ。どっかで声がしてるけどどこでいるんだろう。草刈りナイフ欲しいね。あいたいたいた、いたわ。お前が騒いでたのかさっきから。どこ行くのお前なあ。いて、スタミナ切れスタミナ切れ。スタミナ切れ。ちょっと一旦帰るか。
斧壊れちゃったし。スタミナ切れがほんときついね。よし、じゃあちょっと16個作ったので進めていきましょうか。16じゃまだいっぱいにはならないかな。下もまだ埋まらないかな。16じゃねえ。まあまあとりあえずでも作っていきましょう。どんな感じになってんの。こんな感じか。強化だけしちゃうか。あと3つしかない。あと3つしかない。同じか。もうちょっとだね。もうちょっと足らんな。まだまだちょっと必要だね。釘がね。よし、じゃあちょっと新たな釘を探しに行きましょうか。新たな釘を探しにね。ここの柵をまだ壊してないんで。あ、ここになんか、スリーパーがいてめっちゃ走ってきたんだね、そういえばね。お前生きてんの？生きてるって言い方おかしいか。待って、ワイド君が来たけど。お前どっから来たの？お前どっから来たの？墜落したの？その辺に。墜落してんのかな？墜落してるんだったら、もっといっぱいいるでしょう。ねえ。墜落したのかな、そこら辺に。ねえ。セダンミックス。じゃん。なんだこれ。何するもんこれ。これ何するもんすか。何するもんかよくわからんものを手に入れてしまった。この柵だけちょっとゴミ。悪臭ゴミだって嫌だね。悪臭ゴミ嫌だね、言い方がね。あと50個ぐらい手に入れたいね。あと50個ぐらい欲しいぞ。この辺の柵も全部バラしちゃうか。14、まだ14か。まだまだだね。あ、お腹がもうやばい。お腹減るの超早いな。お腹減るの早すぎやんか、ちょっと。ねえ。早すぎませんか、ちょっと。ちょっとバッタ集めようか。バッタ。バッタ集めようと思ったけど、スタミナないから草刈りもできない。バッタ5。これ何個だっけ ?7 だっけ ?8 か。あ、でも3匹ぐらい、家に3匹ぐらいいるな。これ2つ作れるかな、これで。1個はね、作ったやつがあるんですよ。1個作ったんですよね。昆虫のやつ。フライ瓶。昆虫フライ瓶だっけ。瓶より缶のがいいか。缶で作るか。缶あんま使わないもんね。瓶はちょっといろいろ水作ったりとかね、するんでね。まあ缶でもお湯が作れるけど。よいしょ。あ、3匹いる、ちゃんと。昆虫フライ缶、違う、こっちか。あ、昆虫フライ缶は作れなくなったの？あー、昆虫フライ缶作る、瓶になったんだ。そうなのね。昆虫フライ缶は作れなくなったんだ。瓶なんだ。まあ、ここに1個あるけど、これ食っちゃうか、とりあえず。これ1個食って、で、これもう1個作るか。まあ、これすぐできるからね。言っても大したあれじゃないな。
大してお腹満たされないよね。あ、待って待って、釘作っとこう。もっと虫取ってくるか。もう虫集めるしかないか。まあでもまだ虫が食えるからマシといえばマシだよね。それはありがたいよね、虫が食えるっていうのはね。空瓶使っちゃうけどね。ちょっと虫集めよう。虫、よっしゃ、とりあえずじゃあ作りに行きましょうか。6個だけできましたね。6個、まあ6個でもまだ穴開いてるけどね、6個じゃね。もういっそこれバラすか。これいけんじゃない？これいけるよね、多分ね。いけなかったわ。いけなかった。残念。持ち物を置いてきたんで、だいぶ軽くなったよ、ほら。走りが。走りが軽やか。6個しかないから、まあ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 。まあまあ。2、3、4。あ、惜しいんじゃない ?5、6。あ、惜しい。あと1個だ。あと1個じゃん。惜しいね。はい。で、まあまあこの辺から上がるようにしたいんで、はしごつけとこうかな。1、2、3と、よいしょ、こんな感じですな。ここ穴開いてるけど、ここ穴開いちゃってるけど、もうちょっとね、あといくつか、あといくつ、まだいるのぞ、誰か、誰かいるの。木がいっぱいあるから見えないよね。どこにいるの？ワイトがいるのか。ワイトくん。なんか墜落したの、そこら辺に。その辺になんか墜落したんですかね。ちょっと把握してないけど、墜落現場を。あ、向こうから歩いてきてる？でも、煙上がってないけどね。上がってないけどね。もう壊れるでしょこれ。壊れた。すぐ壊れるな、品質1だからね。ちょっと見通しが悪いんで、これ壊しといて。OK。あ、来ちゃった。ちょっと見通し良くなった。あ、なんかあの辺に墜落したのかな。見えないけど。うろちょろしすぎだお前は。ちょこまかしすぎや。あそこにもいるね。どっか落ちたのかな、その辺に。当たったやろお前今。当たったんじゃないね。痛くなかった？痛くなかったのか？平気なのか？ここは早い。こいつ早いぞ。ふう、喉が渇いてますって言われても、もうちょっと飲むものないんだよね。あ、こいつ持ってるかな。お前持ってたら
かなりいいやつだぞ。あ、持ってなかった。レコグとか。まあこれはもうバラしてしまうよ。どうしようかな。あと1個、あと4つぐらい釘が欲しいね。あと4つ。この階段バラして釘にならないのこれ。ならないか。こっちに行くといっぱいいたような気がするんだけど、あそこにもいるな。あ、ここに柵があるわ。これ。これいけんじゃない？あ、いけるいける。よし、この柵をいただこう。ストレージボックスも作ろうと思うと、結構釘いるんだよね。そこで遊んでる奴らがいるな。遊んでる奴らがいる。結構釘がいるんですけど、フォージさえ作っちゃえばね、釘作れるんだけどね。あ、型がいるか。型がいるね。今でも型いるのかな。なんかでも職業の選択とかなくなりましたね、なんかね。ねえ、そういえばね、職業選択なくなったね。なくなったよね。俺忘れてる。いや、なくなったよね。炎上、さっき炎上したけど、なくなったよね。ねえ、うん、ないもんね。ないもんね。ないもんね。職業選択なくなったんですね。おっ、マティック。あ、こういうポスターは未だにあるんですね。今いくつ取った ?16 っていうことは4つ作れるね。とりあえず作ってくるか。作ってこようかも。よっしゃ、じゃあこれでブロック1個できたんで引っ越しましょうか。ぼちぼち引っ越しましょうか。これ回収でしょ。明かしできないのか。直さなきゃいけないのか。これ回収。で、キャンプファイヤーも回収して、とりあえず一旦向こうに持ってきましょうか。で、荷物もぼちぼち回収していきましょう。荷物はまあ後で、まあそのうち動画外で運んどくことにして、とりあえずこれ回収。あ、待て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 危ない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 。危なかった今。鍋回収しなきゃ。鍋なくなっちゃうとこだった。OK。で、土地主張ブロックは持ってるんで、もう一個置けるんで、ベッドロール持ってこう。よし。引っ越しだ。引っ越しだ。トレーダーともおさらばだ、これで。おさらばでもないな。すぐ近くにいるからね。うん。まあ、とりあえず安全な住居を目指してですね。いや、こっちに行ったらもうこそこそ、夜もこそこそ隠れてないで大丈夫なんで、作業してても OK なんでね。うん、今まではもうゾンビ来たら困るんでじっとしてましたけど、もうこれでじっとする必要はなくなったと。じっとしてる必要なくなりましたね。ちょっと扉開けとこうか。これ開けときますか。一応あんま関係ないっちゃ関係ないけどね。開けといたら壊されないでしょ。ね。よし、OK だ。よし。よし。で、1個作ってきたんで、これね、こうはめて、こうはめてと。はい。OK。もう一段強化しよっか。一応。まあ、扉がまだ残ってるんでね。慌てて強化しなくても OK といえば OK ですが、下からも強化できるしね、これね。木足りるのか。よっしゃ。っていうかさ、よく考えたらさ、よく考えたらさ、これを1個入れるからさ、1個空いててよかったんじゃんっていう話だよね。これね、これ真ん中に置くからさ、1、2、2、3、
これを真ん中に置くから結局さ、1,2,3 でしょ、ここだね。ここに置くからブロック結局1個なくてもよかったんじゃんっていう話やんね。崩れたりしないよね崩れないね。でここにこれはめるからさ、ねえ、苦労してあと1個だとかやってたけど、ここをもともとここを置いときゃよかった、うん、そしてお腹空いてきたとか言ってるけど、木製ストレージを1個作れたので、まあこれ置いて、どこがいいかな、隅っこのがいいかな、隅っこ、うん、角隅っこすぎるのもな、うん、まあまあこれ動かせるからいいか、一番角に置いとこうか、とりあえず一番角で、角にキャンプファイヤー鍋置いて、でベッドロールも適当にこの辺に、真ん中に、このど真ん中に置いとこうか、こんな感じで、こんな感じで、うん、でこれはちょっとあれだな、これここかな、こうかなこんな感じかな。でここにちょっとストレージをバーって本当は並べたいんだよね、これね、うん、これ邪魔だな寝袋邪魔だな、あと隅っこで置いとくか、隅っこでいいよ、隅っこで、うん、でバーってこう並べて、この辺にね、上にもね、うん、っていう感じにしましょう、とりあえずね。はい、じゃあとりあえず今日はこの辺にしときましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。